はい、どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。デカコヤちゃんでございます。始まりました。ということで、はい、今日はですね、ここ東京都高円寺にあるスタジオ小屋山さんで収録しておりますということで、ここのね、スタジオで、はい、撮ってバンドさんをいろいろ紹介していく番組をしていこうと思います。改めまして、はい、デッカちゃんだよ、よろしくお願いします。お願いします。そしてスタジオ小山店長の佐藤です。よろしくお願いします。というわけで、この2人でですね、いろんな、はい、スタジオまつわるなんかバンドさんやら、そうですね、紹介できたら、はい、いいなと思っております。ということで、はい、早速ですね、でもバンドさんを紹介していこうと思うんですが、はい、なんかね、あんまり最初だからね、初回なんで、やっぱね、頼むのも難しいし、どうしようかなと思ったんですけど、はい、めちゃくちゃ近くにお手頃のバンドがいたんですよ。え、はい、どんなバンドですかね。いや、めちゃくちゃね、素敵なバンドなんですけど、はい、頼みやすくて、はいはい、ぜひということなんで、そのバンドを紹介してもいいですか。よろしくお願いします。はい、はい、準備お願いします。はい、デカコヤちゃん、はい、それでは準備ができたんで、まず第1回初回のゲストはオシロスコープさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤くんじゃない、さっきの店長の。え、店長、あれ店長じゃない、オシロスコープの佐藤です。よろしくお願いします。ちょっとさっきと違う感じじゃない。さっきのへみたいな感じだったのが、なんかアーティストモードに入ってますけど。アーティストモード入りました、はい、今。じゃあちょっと軽く僕から紹介させてください。はい、冴えない男と女の子2人の異色のスリーピースノンフィクションポップロックバンド。あー、長い。ギターボーカル佐藤亮太の実話を元にした生々しすぎる歌詞とキャッチーなメロディーが特徴。今年1月新メンバー葵ちゃんが加入ということなので、まあ、早速自己紹介の方よろしくお願いします。はい、オシロスコープギターボーカルの佐藤です。よろしくお願いします。ドラムのゆずです。よろしくお願いします。ベースの葵です。よろしくお願いします。葵ちゃんということで、はい、よろしくお願いします。オシロスコープということなんですけど、はい、今年葵さんが加入したんですね、1月に。そうです、はい。あ、だからそれまではどれぐらいやられてたんですか。それまでどのくらいなんですか。3、4、もうそれぞれ覚えてない。3、4年ぐらい活動して、で今年から葵さんを、はい、どのような経緯でお誘いしたんですか。いや、インターネット の、はい、あのメンバー募集みたいなやつで出したんです、お二人で出したんです。出したら、はい、うん、ちょうどそれに応募してきてくれたっていう形ですね。ああ、それに引っかかったということで。はい、引っかかりました。デカコヤちゃん、なんかまあもうね、実は1曲撮ってもらってるんですよね。そうです。それをだから、このトークは僕の YouTube チャンネルで、そしてスタジオ小屋山さんのチャンネルで、この演奏シーン、はい、オシロスコープの演奏シーンを見れるんですけども、まあ、スタジオとかってやっぱ使います。そうですね、練習3人で集まるときは基本的にスタジオでみんなで集まって練習してます。練習、はい、そうか。その新曲とかできたときはどういう風に伝達するんですか。新曲できたときは基本的には僕がなんかこう家とかで弾き語りしたやつを、うん、あの送って、それをあのそれぞれ考えてもらって、あのスタジオで合わせるみたいな感じですね。宿題がこう、はい、まあ、メールか何かで一回先に渡して、こんな感じでやりたいけどっていうので、ここでゆずさんとかも自分でドラムをイメージして、ね、アレンジして、はいはい、3人で集まった時に合わせるみたいな。そうなんですね、すごい。葵ちゃんはもういきなりもうポンって渡されたんですか。入った瞬間、はい、これ自分のイメージでって感じだったんですか。
でもベースに関しては、うん、とっても自由にさせてくれるので、あ、でも自分のイメージ通りの今までの音源とかを聞きながら、ああ、こういう風にやったらいいかなっていうのを考えてやります。めちゃくちゃいいメンバー見つけた。そうです、考えてもらってやってるって感じですね。ああ、はい、どうですか、新生というか、まあ、このメンバーになって。いや、前のメンバーとやっぱりちょっと自分的にもキャラクターを変えたいなっていう気持ちがあったので、うんうん、はい、いろいろこうまた違う良さが出てパワーアップしてる部分たくさんあるんじゃないかなって思います。はい、はい、確かに。でももう参加したのがもう今年だから言ったらね、ちょっとこのコロナ禍でライブもうまくできなかったりとか。そうですね、うん、まだライブはされてない感じですか。まあ何回か出て。いや、まだライブは一回も出てないんですよ。リアルイベントは。リアルに。そうですね。YouTube とかでなんか音源撮ったりとか。そうですね。はい。すごい。じゃあ、葵ちゃんは今までの曲も覚えなきゃダメだもんね。そうですね。新メンバーって。今までの曲、はい。それも練習しながらってことですか、スタジオ入って。そうですね。なんか、スタジオ、で僕とかちょっとあんまりバンドさんのことはあんま分かんないんですけど、このスタジオに入ってまず何をするんですか。普通はなんかセッティングして、あ、セッティングすぐ練習始めるんですけど、はい、オシロスコープは割となんか雑談が長い。あ、もうそうか、ずっと会ってるわけじゃないからそれでバンドとしちゃうから、うん、まず雑談から、まず世間話から、ティータイム、ティータイム、世間話から始まりますね。どうなの、うん、最近とか。そうですね、これそれは準備しながらなんですか、まずこう喋ってじゃあやろっかっていう。いや、準備しながらですよ。先にもう話す時間さすがに設けない。それだったら別にスタジオじゃなくてもいいもんね。別に喫茶店とかでもいいもんね、それだったら。まあ、準備しながら話して、ああだこうだ言いながらで準備できたらこうそろそろやるかみたいな声かけの仕方ですね。どういう作り方なんだろう。そのライブとかあれば、まあ、そのライブに向けての曲順とかやったりとか、はいはい、だけど今だったらどういう練習というか。いや、今だったら、うん、もうでもまたあれなんです、新しく入った葵ちゃんに、そうだね、そうですね、うん、既存の今ある曲もこう、ま、コーラスを入れてもらったりとか、フレーズがちょっと違ったりとかっていうのをこうまたみんなで詰めてってるっていう感じですね。そうか、葵ちゃんも自由に、はい、自由にやらせて。そうですね、仮説として持ってきたものを2人にぶつけて聞いて一緒に考える、でかこやちゃん、ということで、まあ、スタジオその練習結構厳しかったりしたりもするんですか。いや、そこ違うだろみたいな。いや、そんな感じはないですね。ああ、いいねとかっていう感じですか。佐藤君、実演してみせるのが面白いですね。葵ちゃんいいな、もうちょっとだけどちらかというとそっちです。で、はい、もうこのまんまなんですね、普段から。そうですね、僕が初めてお会いした時もこの感じで。本当ですか。はい、そうですね、そんな感じですわ。そんな感じです。どんどん曲を固めていくって感じでございます。そうですね、結構自分の頭の中で、うん、こうだったらいいなみたいのがある時もあるんですけど、おーおー、完全にでも2人がこう持ってきたものの方がめっちゃいいじゃんと思ってまた変わったりとか、めちゃくちゃいいね。それはなるんですよ。だってバンドとして良くないですか。だってね、自分が考えて想像以上のものを持ってくるから。そうなんですよ、もう怒ることもないよね。ああ、そっちがいいな、そっちがいいなっていうなるのがあるのと、あと結構オシロスコープはこうなんか止まったりとかバンって合わせたりの決めが多いので、ああ、それもめちゃくちゃ合わせる練習が、そうか、ただ演奏して合わせるだけじゃないこうピシッっていう、そうなんですよ、結構僕のなんかこう喋るみたいなやつの後にこう入ってもらったり、ドラムがこう入ったりとかがあるので、うん、もうそこはもうテンポとかじゃなくてゆずちゃんが空気読んで帰ってくれてるんで。そこだけ練習するの。途中からとか、もう最初からもう何回もやって。
そういうのも楽しんでますか、葵さん。そうですね、うん、結構新鮮な気持ちでなんだこのバンドと。いや、そんなことないですまた違った感じでいや、いいですね。まあ、こやちゃん、まあ、でもここ2人はなんか古い、まあ、古いというか、まあ、まあ、そうですね、長いわけじゃないですか。そうですね、もともとはどういう経緯なんですか。もうネットそうなんですね。そのすごい、僕は45なんで、そのバンドやろうぜ的ですね、雑誌で東方ボーカルみたいな同じ感じです。そういうことのネット版ですね、はい。あ、でも結構見る人いるんだ、やっぱバンドをやりたいなと思って。まあ一人とかだったらそっか、うん、そうですね、バンドやりたいなって。え、でもあれ文字だけで入ろうと。いや、動画ですね。あ、そっか、はい、今どうすだそうですインターネットだYouTube にも上げれますからそうか、その一番伝わりやすいで、あ、この音楽だといいなとか。そうです、うん、私その入る側も動画送れるんで、ああ、こんな感じでやってますよ、やってますみたいな。そうです、そうです。でもやっぱ一番いい動画送るよね。まあそうです一番出来がいい動画を、うん、あ、そういう出会いがあるんですね。うわ、いいな。でかこやちゃんですね、この、まあまあ、さっきも聞いたんですけど、披露してくれる曲は、はい、カップルばっかり、はい、ばっかり、ばっかりです。ばっかり、はい、これどういう歌詞なんですか。まあ、広島行って、そうですね、僕が一人でこう江ノ島に行った時に、うん、あの感じた一日の出来事の流れです、ね、うん、はい、やっぱりタイトルから察するに、はい、カップルばっかだなって思ったってこと。あ、まあそうですね、まあなんかまあ、鎌倉とかをまあこう見てこう行ったんですけど、うんうん、まあそういうことですねいやでもそんなことは年末、年始とかだったらさ、親子連れとかもいるんじゃないの。あ、そうですね、でもこれを作った時は、うん、本当に昇進して初めて鎌倉江ノ島と行った時の一人の小旅行の話なので、うん、あ、やっぱお城スコープ面白いのが なんか音楽めちゃくちゃおしゃれじゃないそうです、これはもうめっちゃおしゃれにしようと思って、ブルージーブルージーっていうか、ああいうソロから始まって、はい、うわすげえと思って、なんかたまにその聞こえてくるのは猫動画見てたとか。そうですね、うん、おっと思ってそうですね、いかにしょうもないことをおしゃれに言うかにこの曲は結構命をかけてたかもしれない一番聞こえやすいとこが猫動画集ですね猫動画集ドドすごいですね、これは。全然カップルばっかだなと思って、はい、でもやっぱこう現実的なこの自分の経験を歌詞にするから、はい、何も起きなかったら新曲ができないってことだよね。いや本当にその通りなんですよね。ゼロって嘘では作れないわけでしょ。そうですね、妄想することはあっても、うん、何にもなん架空の人物とかを登場させることはできないので、全部自分、そうですね、自分、うん、結構ナルシストなとこもあるんですよね。いやそうなのかもしれないですよね。なんかどっちかっていうと聴いてほしくてたまらなくなったら曲書いてる節があるので、あんま自分のことを聴いてくれって、うん、あでももうあれです、最初の彼女に振られた時から、うん、もう全部さらけ出してやろうって気持ちで音楽を始めたので。あ、なるほど、はい、あ、そう、もう自分の思ってることとかもさらけ出して音楽にして、そうですね、うん、それを見てるお客さんに伝えたい、伝えたい、届けたい、伝えたい、まあ、聞いてくれよ聞いてね。どういう感じがこう見てるお客さんあでもいいの、嬉しいの。いやでもなんか共感してくれたりとかする人もいるんですよ、うん、こうしてくださる方も。メンバーが共感してないから共感してないですけど、女性っていうのもあるかもしれないけど、そうです、見に来てくれた、うん、あのおじさんたちとか、うん、他のバンド見に来たおじさんとか、俺も昔そんなことあったよとか、うん、なんかそういうことを言われて慰められたりとか、まあまあわかる、はい、まあ、台湾とかした人、一緒にやった人とかもなんかそんなことあったんだはははみたいな笑い話になっても、まあどっちでもまあプラスかなっていう自分だから、多分自分が歌って自分が一番救われてるのかもしれない。
自分の気持ちを言うことでいろんなエンターテイメントじゃないけどね、いろんな気持ちが、はい、なってる、うん、その曲は聴けるということで、スタジオで撮ってみてどうでしょう。またライブとは違う感じだとは思いますが、そうですね、一つのパッケージにするというかね。そうです、ここ小山さんはやってるんですね。そうです、この小山で、そうです、スタジオ配信も。そうなんです、僕はずっとさ小山って言ってるのに小山って言うんだよ店長だって小山って書いてるよね僕でも一番最初間違えたのは小山ってそうなんですよ、それうちのお母さんと一緒の間違いですよそうそう、小山は小山ってどこにあるのみたいな、小山いう小山、はい小山ですっていう電話出るときとか言っててなんて言ってます、小山ですかね。でも小山、あでも小山も、うん、正式名称で言ってるかもしれない、はい、小山言いづらい、どう、今日初めてお会いして小山って自己紹介されていました、はい、ああ小山社長の方ね、社長です社長、ね、僕あ違いますよ、僕社長どう思うとか聞かないよそのスタジオ名、スタジオ名を小山っていうの、私は小山なんですよ。なんで小山って言わない、小山、小山なんか店長なのにさいやこれ多分僕癖なのかもしれないですね、癖、小山ってなんか言えないんですよ、電話口でいつも小山って言っちゃってるんですよ、うん、あお待たせしましたスタジオ小山です言っちゃってて、うん、その癖で小山ってもう言うようになっちゃってる。でも電話した方からしたらあ小山小山ですとか聞かれない、ね、全然バンドと関係ない話になっちゃうけどそうなんですね、僕もそうなんです、いつもこうここ小山ちょっと回るのはどっちだろうって迷っちゃう、小山がやっぱ入ってる小山だったらスッと言えるな、確かに小山ですね。でもいろんな機材とかも、そうです今回、はい、そうですね、撮った機材も全部小山で貸し出しできる機材なので、はい、はい、だからまあまあ初回はオシロスコープですけどね、はい、このあとこう2人でこっちでね、そうです、お話聞く側に回ってくれてやろうと思っているので、はい、もしねこれ見て興味ある人とか、あ、うん、小山で小山で小山で撮りたいなっていう方がいたら、ぜひなんかご連絡もらえたらね、そうです、嬉しいと思います、ぜひよろしくお願いします、はい、まあまあねありましたけど、まあ今後の予定ぐらいですかね、最後聞いときましょうか、今後の予定というかこうしていきたいとか、うん、そうですね、一応ライブが決まってるのが、あ決まりましたか、そうです、まあでもこれいつだろう、4月の、うん、28な気がする8だ、そこら辺で、はい、そこら辺でライブがありますね、あ 初になりますかね、はい、うわちょっと緊張します、どうですか、緊張、多分、あでも意外と緊張しない、大丈夫意外と大丈夫、はい、どう急にライブになったらわかんないね、そうですね、僕も結構わかんないね、テンションが、当日のテンションそうです、ね、いつも佐藤さんと高め合っていきますテンションちょっとあの収録の時はおとなしかった、ね、まあそういう曲でもないっていうのもあるかもしれないけど、そうですね、今日の曲は結構おとなしかったですけど、ね、真面目な顔で変なこと言ってる、うんうん、そっち、そうです、そっちパターンの今日はあれでした、うん、いやめちゃくちゃかっこよかったんで、ね、ぜひライブも、はい、見てみたいと思いますんで、はい、はい、またスタジオでいっぱい練習してもらって、はいはい、またライブを皆さんでよかったら、ね、見に行きましょうということで、今日のゲストはオシロスコープでした、ありがとうございました、ありがとうございます、デカコヤちゃん、じゃあ、はい、最後はですね、みんなでちょっとやってもらうことがありまして、はい、マイク持ってたらできないんだが、あのこう山せーのでこ山小山小山の方がいいね、小山の方がいい、お別れしましょうかね、はいじゃあどう、はい、あちらからあの真ん中のカメラ見て
じゃあいきます、せーの、小山またです、ありがとうございました。ぜひライブのあの YouTube の方見てください。これやりたくないって来ない場合もあるからね。大丈夫かな。この最後の出たいんだけど、これやりたくないから。確かに結構うちのバンドと合わないな。結構ロックなバンドだとそうかもしれない。ちょっとやらなくてもいいんで、なんかお連絡くださいということで。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。